それでは、結果の方ね、いきたいと思います。まずですね、こちら、最初に出た、下垂姿勢。今の状況でございます。行幸海に浮かぶの。花落ちて、実を結ぶ。ね、そういうことです。まあ、一日一日をこうね、新たな気持ちで、過ごしていますけども、なかなかね、思うようにいかない。いかない。目標も定まらないっていう、こうね、状況で今ありましてですね。それをですね、まあ、なんていうかな、こう、どうやっていったらいいのか、なかなか自分の思い通りにならないっていう状態が今の状況でございます。下垂姿勢でございます。で、ゆくかの方、今後どうなっていくかですね。これからどうなっていくかっていうのが、こちらの方の、家宅系でございますね。そう、あ、通り、美を競う。ということでね。まあ、よく言ってますけど、こう、物事、例えば、器があって、四角い器だろうが、丸い器だろうが、三角の器だろうが、見た目は違えど、中身は同じ、目的は一緒っていうね。まあ、いろんなその、方法で、物事を競い合って、いろんなタイプの方がいるんだけど、目標は一つという形の、章でございますけども、実際ですね、アリエルさんの場合はどうなっていくかとね、非常にね、今ね、変化を求められている、時期になります、今年は。で、仕事を、いや、機運も、その動きによって変化していくっていうことが、出ております。つまりですね、どういうことかというと、強引に、物事を進めていこうとしても、普通にやっていってもですね、結果は同じ。だから落ち着いて行動をするっていうのが、大事なので、今の仕事、続けるのか、まあ、転職するのか、どちらにしても落ち着いて、冷静になって、一歩身を引いて、進めていくことが大事だと思います。そうすることによって、金運はおのずと上がってきます。どうでしょうか。ただ、これ、下垂系なので、多少、強引に行っても、うまくいくことがあるっていう気もありますんでね。できるだけ、協力者、相談者と相談の上、物事、ね、仕事なりをこなしていく、ことが、肝要かと思われます。あとはですね、大成功はやはり今年ないんでね。小さい成功の積み重ねによって、今年を収めていくっていう感じなので、仕事をきっちりとこなしていくっていうのが、大事だと思います。多少ね、こう運気の上下があるんでね、その時でも、なるべく、うまくいくように頑張るのがいいかと思います。で、そういう系でございますね。いかがでしょうか。いや、まあ、非常に、まあ、天候でやっぱり例えると非常にね、雨が降ったり雪が降ったり風が吹いたりと、いろいろ変わってくるっていうので、こう、仕事の環境などが、もう、ひょっとしたら目まぐるしく変わっていくかもしれないので、そこら辺だけこう胸の内に置いて、今年一年頑張って乗り切っていただければ良いかと思います。以上です。ということでね、はい、いかがだったでしょうか。このようにですね、ちょっと迷い事とか、このままいったらどうなのかなって気になること、恋愛運でも、結婚運でも、そういうものでもいいんでね、もしリクエストいただければね、順次、こうやってアップしていくんで、よろしくお願いします。
諸税は継ぐ。再三すれば汚れる。汚れれば継げず。まさがみ流法でした。